ノゲジュース。さあ、メジャー3戦目 J2 リーグ第15節、ジュビロ磐田対ザスパ草津群馬の試合、4対2でジュビロ磐田勝利という形になりました。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ危なかった。前半2点後半2点取ってね、4点になったということで、非常にこう、あ、今日もね、点がたくさん入ってていい感じに回ってると、そして失点をゼロに抑えられればというふうな形で思っていたんですけれども、2点ね後半に取られてしまって、あわやというシーンもね結構ありましたんで、かなり際どい試合だったなというような感じでありました。さあ、そんな中でね、ジュビロの点の方なんですけれども、藤川虎太郎選手が復帰後、移籍からして、復帰後ね、初ゴールということで、おかえりなさい小太郎、待ってました。今日ね、小太めちゃめちゃ良かったんですね。前線の起点にね、すごいなっていたということでありました。ネット揺らしたんですけど、オフサイドっていうねシーンもあったりだとか、もう今日小太郎めちゃめちゃ良かったんで、僕の中の個人的 MVP 小太郎だなという風な勢いでありました。怪我人が多い中で、ああやって小太郎が結果出してくれると、もう次からも安心して見ていられるなという形になってきますし、選手間のこう競争の原理というのもね働いてくるのかなというふうに思いますので、非常に今日の小太郎の活躍めちゃめちゃ嬉しいなというふうに思っております。さあ、そしてね、2点目に関しましては、山田裕樹選手がね、無人のゴールに決めたというような形でありましたね。その前にね、相手の、まあ、キーパーとセットバックの選手がちょっと、まあ、頭同士ぶつかるような形でしたけどもね、吉永真弘選手はちょっと下でこう縮こまって、上でこう交錯してしまい、そこのこぼれ球を山田裕樹選手が左足で巻くような形でね、ちょっと距離ありましたけども、綺麗にゴールを決めてくれたということで、追加点が取れたという形でありました。もうね、山田裕樹選手の L でしたね。山田の L が出ました、今日も。山田選手ね、今季2点目ですけども、両方とも左足で蹴ってるんですかね。逆足で蹴るということでね、素晴らしいゴールでありました。そして後半に入りまして、ドゥドゥ選手ですね。ロングシュート、まあミドルシュートですかね。決めてくれたという形でありました。その前にね、一本こう、キーパーとほぼ1対1というかね、あとキーパーだけみたいな形で、まあキーパー正面に蹴ってしまったようなね、シーンがありましたけども、おい、ドゥドゥそこ外すのかい、もったいないなと思ってたら、その直後でしたね。あの素晴らしいミドルを決めてくれたということでね、やっぱりね、あのシュート力のある選手だなというふうに思っております。やっぱね、ドゥドゥ選手の輝きっていうのも今日すごく良かったですね。前線に張ってる時のドゥドゥ選手の動きっていうのはすごく良かったかなというふうに思っております。さあ、その後、ジャーメイン両選手が入って、リカルド・グラッサ選手のロングパスですよ。そして裏に抜け出すジャーメイン両、交代直後でしたね。抜け出していってゴールという形でね、最近のジュビロってなんかああいうゴール少なかったのかなというふうに思ってるんですよね。一本のパスに、フォワードの選手が抜け出して、キーターと一対一を決めるみたいなね、ゴールがあんまりなかったような記憶をしているので、すげえ嬉しかったですね。あ、こういうゴールもっと見たいなっていうようなね、形でありました。冷静に決めてくれたジャミー・リオ選手、ありがとうございますという形になっております。今日はあの、ご存知の通り、磐田デーということで、磐田市内のね、小学生が集まって、一斉観戦をね、していたんですけども、もう、応援がもうすごい、もう、可愛いというか、可愛いし元気が出るようなね応援でありましたね。磐田デーの時のね、ジュビロ磐田勝率がめちゃめちゃいいというジンクスがありまして、そのジンクス通り今年もね、勝っていただいたということで、もう本当にね、毎年のように勝つたび言うんですけれども、毎試合も小学生招待しませんみたいなね、そんな形で思うサポーターも多いんじゃないでしょうか。本当それぐらいもう小学生たちのあの応援が選手たちの、ね、力になってるなというふうに感じましたね。いや、本当に雨の降ってる中でありましたけども、頑張って応援してくれた小学生たちにね、本当にありがとうと言いたいですし、今後もね、ジュビロを好きになってくれればいいなと思いますし、まずはね、もう風邪ひかないで、もう帰ってあったかくしてくれればないいなというふうに思っております。さあね、将来のね、ジュビロを背負っていくというかね、応援してくれていく、まあ、その中から選手になるね、子供もね、いるか出てくるかもしれないですしね。さあ、そして、ジュビロの方で言いますと、ファビアン・ゴンザレス選手が復帰という形になっておりました。 FIFA の方からの出場停止明け4ヶ月の出場停止が明けて、ファビアン・ゴンザレス選手は途中出場という形でありました。まあね、らしいプレーっていうのもね、見せてくれてはいましたが、まだ乗り切れない部分があったっていうのと、まあだいぶね、押し込まれてきた時間帯であったので、
ちょっと彼らしさというのは、ね、そんなに見せられなかったんですけれども、まあ、非常に期待できるプレーも、ね、見せてくれましたね。ゴール前での、まあ、相手のかわしとかね、らしさ全開、角度のないところからのシュートというのも、ね、見せてくれましたんで、今後に本当に期待しております。ファビアンのね、あの圧倒的な強さ、また、今年も見せてくれというふうに思っております。さあ最後にね、やっぱこれ触れざるを得ないですよ。2失点ですね。2失点をしてしまったということがね、非常に、まあ、もったいないという言葉で片付けられるような内容でもなかったんですけども、まあ、このね、内容がもう完全にセットプレーなんですよ。まあ、1点目のね、風間選手のフリーキックの直接フリーかに関しましては、まあ、完全にもう敵を褒めるしかないというか、あそこに蹴られたらノーチャンスかなというふうに思ってますね。三浦龍輝選手が、ね、よく触ったなぐらいでしたね。もう触ってはいたんですが決められてしまうということで、あれはノーチャンスだったかなというふうに思っております。まあ、その前のね、ちょっとこうフリーキックの与え方も、まあ、ってところもあったんですけどね。まあ、ドゥドゥ選手も、ね、これフリーキックじゃないよみたいな、ね、感じでアピールしてましたが、まあ、フリーキックの判定、そして直接決められてしまうというような形でありました。そしてその、ね、数分後ですかね、またしてもこう左からのフリーキック、キーパーと、ね、ディフェンスの間ぐらいに蹴られて一発やられてしまうというような形でありました。セットプレーでやられるのだけはこうなんとか守ってもらいたいなと思いながらも、まあ、やられてしまったということでね、ちょっと自分たちゲームを難しくしてしまった節はあったかなというふうに思っております。今節ね、三浦龍輝選手に2本ほどビッグセーブしてくれたおかげでなんとかなりましたが、それ決められてましたらもう4対4ですからね。もうすごい打ち合いの試合になるところでしたけども、なんとか守りきれたのも本当に良かったかなと思ってます。三浦選手本当にありがとうございます。はい、というわけでね、まあ、そんな形の試合でありましたけども、まあ、課題のねセットプレーにもそうですけども、自陣への相手の侵入を増やしてしまったということ、あと捕まえきれずにファールをしてしまうということで、自分たちの首がね締まっているというような状況でありました。前線でね、ためがもうちょっと作れればということで、前半からあと後半のね15分20分台ぐらいまでですかねに関しては、前線で自分たちがボールを支配できてたというところでありましたし、まあ連動したサッカーができてたんですけども、そこから行って、ね、相手が前に出てき始めた時に少し捕まえきれなくなってしまうというところもありましたので、システム変更、選手交代のあり方含め修正点もいろいろ見つかったのかなというふうには思っております。あとね、松原浩選手がね怪我で交代ということでありました。自分でね歩いて出て行ってピッチをね後にしてましたし、試合終わった後も歩いてはいたので、まあ、大事ではないんだろうなと思うんですけれども、本当怪我人が多いんでね、怪我先ではみんな気をつけてもらいたいなというふうに思っております。まあ、ただやっと今季初の連勝をね今節で掴むことができましたので、次節水曜日ね藤枝戦勝って3連勝、そして次も勝ってね4連勝と続けていけるようにしていけたらなというふうに思っておりますので、みんなで応援してチームを勝たせていくようにしましょう。今ね暫定で7位にいますから、まずはプレーオフ圏内に入って上2つの自動昇格の席を狙っていくという形になりますので、みんなで応援していくようにいたしましょう。長々と話しましたが以上です。ではまた次回も一緒に応援していくようにいたしましょう。お疲れ様でした。